皆さんこんばんは。本日の試合はドイツ対ブラジル、ノイゾネアレナよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。ドイツ対ブラジル、北澤さん、ディエゴ・アルマンド・マラドーナですよ。この試合なんといっても彼に注目ですよね。いやディエゴですよ、マラドーナですよ。もはや説明不要の真のスーパースターですよね。彼の世界一のドリブルが見られるかと思うとワクワクしますよね、はい、彼がボールを持つと本当にファールでもしなければ止められないんじゃないかなと思いますけどね、そうなんですよね。世界一のサッカー選手の憧れの的なんじゃないかなと思いますよね。そうですね、今日は彼から目が離せません。ブラジルはワンツーを使った攻撃が多いというデータがあります。これについてどう対処すればいいんでしょうか。まあそうですね、対策としては相手がパスを折り返す前にパスを出した選手にきっちりマークをついていくことが大事になりますよね。そうやってリターンを出せないようにしてしまうのが一番効果的だと思いますけどね。裏のスペースへ、素晴らしいパス抜けてくる、どうだ、シュート。いや今のは北澤さん本当によく触りましたね。いやキーパーの反応最高ですね、素晴らしいですね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。スルーパスを出す、ブラジルは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるということですね。そうですね、狙いましたね。サイドを縦に走らせます、クロスを上げる、フォローいいですね。さあカウンターを仕掛けます、チェックを受けながらのドリブル、ロナウジーニョから大きく縦、一旦後ろに戻して組み立てながら攻め上がっていく、ロマーリオから右サイド、オフサイドですね。オフサイドにはなりましたけども、最後のダイレクトパス、アイデア良かったでしょうね。さあ左サイドへ、ドイツ奪い返します、ロベルト・カルロスからクリスティアーノ・ロナウド、ロナウジーニョ裏のスペースへ、チャンス抜けた、シュート、なんと止めた、ロナウジーニョ。いや決定的でしたね、体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。ダニエル・アウベス、一旦キーパーに戻します。裏へ届くか、裏へのスルーパス、ダニエル・アウベス、これを読んでいた。ブラジル一旦クリアで落ち着かせます、スペースへ出す、体を張ります、大きく縦へ、マラドーナからスペースに出る、いいボールだ。さあボールはアザールへ、これいいでしょ。サイドのスペースを使います、いいプレッシャー、フィリペ、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。サイドのスペースへ走らせる、この位置で受ける、来ましたよ、クリスティアーノ・ロナウドからクロスボール、よくカバーしましたよ。ブリット、ここで受ける、さあゴールに向かっていく、ビエラからクリスティアーノ・ロナウド、周りからアザール、
スルーパス、スルーパスを出すブラジル、これは奪い返します。入りましたよ。シュート決まった、先制ブラジル。ドイツ相手に先制点をもぎ取ります。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい、ギリギリの攻め際でしたよね。そうですね。さあブラジル1対0先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。そうですね。アザール、サイドを使う、スローインをカット、これは読んでいました。裏を狙っていきます。裏のスペースへ来た、シュート、素晴らしい反応でした。クルトワ、そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね、これ。さあラストプレーになるのか。前半来た、シュート、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレークに入ります。45分間戦って1対0。さあ前半が終わりました。ドイツとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。はい、まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。うん、そうですね。それでは続けて試合をお楽しみください。ブラジルのキックオフでスタート。ドイツとしてはまだ時間がありますからね。はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。そうですね。ダニエル・アウベスからサイドのスペースへ、ロマーリオ、いい展開ですね。クロス、ディフェンダー集中力いいですよ。ここも堅い守りでボールを奪います。ブラジルチャンスだ、上がっていけるか。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、ショートコースがなかったんじゃないでしょうかね。このボールはつながりません。サイドのスペースへ走らせる、いいとこありますよ。うまいですね。さあ上がる、イニエスタ、メッシ、裏へ届くか。ドイツとしてはなかなかいい形が作れませんよね。サイドを使う、さあメッシ、おいい形じゃないですか。イニエスタ、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏へのスルーパス、ネイマール、このボールをカットします。カーテを使います。素早いパスで攻め上がっていきます。イニエスタ、さあマラドーナ、ロマーリオから左サイド、さあどこに出してくる。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。マラドーナ、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。ブラジル入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。メッシ、ちょっとルーズになる、これはつながりません。クリスティアーノ・ロナウド、イニエスタ、この柔らかいパス、縦へのボール、ついボールだ。ドイツとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。
はい、積極的に行きたいですね。勝負か。ワンツー使ってくる。チャレンジはしません。後ろに流す。イニエスタ。ブラジルは今のようなショートパスでつないでビルドアップする形が非常に多いんですよね。そうですね。お互いの選手間の動き出しの意識の共有が良かったですよね。いつも通りこれを繰り返していけばいいと思いますけどもね。サイドを縦に走らせます。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。抜けてくる。周りからマラドーナ。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。パスをつなげます。シュート来た。来た。追加点。ブラジル、ブラジルダメ押しゴールとなるのか。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあ、ブラジルさらに1点を追加し2対0としています。いや、いいゴールですね。精神的なアドバンテージっていうものも非常に大きくなりますからね。抜けた。勝負のシーン。スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出しに、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。イニエスタ。ボシェル。ロナウジーニョへ。イニエスタ。ボールはロナウジーニョ。さあ、つながるか。勝負のシーン。シュート。いやー、追加点。ブラジル追加点。ブラ、ここで笛です。3対0、ドイツ敗れました。その差は3点。力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ドイツとしては